はあ、はあ、ソースつけて、ソースもつけて、つけて、5250円ですね、消費税抜き、あの税抜き5000円。さっき言った、だから嬉しいですよ、絶対こっちの方が、あの、普通、ハンバーグを贈答品に、そんなことね、これもう、ね、奥様でもできるんです。あ、そうです、もうあの電子レンジで。これ電子レンジで、はい、これ台本ないんで僕も初めて聞いたんよ、はい、これを電子レンジでやって、そう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 、どうしてこれでテレビ商品いっぱい仕事来たら俺やんないよ、何回も断ってるから今あ、そうな、ほんまにこれ電子レンジにしたらこれと同じになりますね。マジでなります。ネットでいろいろね見てください。 5個で5000円、うん、いっぱいあります。ハンバーグ、ハンバーグ5000円、しかも豚入ってるやつ5000円。ああ、なるほど。あります。でいろんなあのハンバーグある中で5000円のハンバーグをどうせ買わはるんであれば一度食べてほしいです。やっぱりこれだけ僕言っておきますよ、あの今回大したギャラもらってないですよ川田から出るんだけどね、でこうテレビ中継に出てるとめっちゃ金もらえるんです。今回もねちょっとこれはクラブ行くだけのお金なんですでもね今まあ社長言ってくるとほんと一回食べてください。一度騙されたと思って、あの電話番号がここに書いてありますんで、そういう番組じゃないですまた情報はホームページの方に流していくので、いろいろ採取と、これは革命を起こすと思うよ、はい、これほんまに今日僕もらったとするじゃん、はいはい、ね、はい、でうちの門から電話かかってくるじゃん、はい、今日チャイバーグが届いたよって言ったら帰りたくなる。だからね、なかなか旦那が戻ってきてない家庭、しょっちゅうなんか変なクラブ行っちゃってる家庭ある場合、これをね旦那に今日はチャイバーグよって言ったら即帰ってきますから